あります。今日はダサいっていうことについて、ダサいとは何かについてちょっと僕の考えをシェアアップしたいんですけども、以前ね、まあかっこいいとダサいは紙一重、かっこいいとおしゃれは正反対みたいな、そういう話をちょっとしたと思うんですけども、それに絡めてね、ダサいってじゃあ何なんだろうと、皆さんは言えますか？ダサいの定義というか説明、ダサいっていうのはこれこれこういうことですよと、こうなかなかね言うのは難しいと思うんですよ。いきなり聞かれても まあそれくらい、まあ抽象的な言葉ではありますし、まあ時代によってもダサいっていうのは何かが変わってくるんで難しいと思うんですけども、僕が考えた末出た結論が、ダサいっていうのは何かに合っていない、マッチしていない、ミスマッチしている状況を僕はダサいっていうふうに人は感じるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。例えばですけど、何にじゃあ合ってないか、何にミスマッチしてるかっていうと、時代にミスマッチしてるとか、トレンドにミスマッチしてるとか、トレンドに合ってないとかもダサいって思われるでしょうし、あとはまあ TPO というかね、時と場合と状況とか。そういうのにこう合ってない、ふさわしくないようなことに対しても人はダサい。つまりファッションで言うと格好ですよね。格好に対して人はこうダサいっていうふうに感じるんじゃないかなと思うんですよ。で、ね、このダサいっていうのが面白くて、時代によって何がダサくて何がかっこいいかって変わるんですよね。人が何に対してダサいって感じるかっていうのが変わるんですよ。つまり、まあそれは当たり前じゃないですか。トレンドっていうものがある。トレンドというか、世間の流れというのが、時代というのがあって、時代は変わっていくものですから、トレンドっていうのも、時代その時々によってダサいっていうものが変わっていくんですよね。まあこれが面白いところだと思うんですけど、例えばですよ、例えば僕がね、すごいね、このダサいとかかっこいいに関してですごい印象に残っていることが、数年前に、2、3年前かな、ニットとかセーターとかをこう肩にかけるスタイル流行ったの、皆さん覚えてますか？すごい流行ったのが、男女問わずね、結構まあ春夏のシーズンとか、まあ、秋までかな、なんかまあ半袖のシャツの時とか、白シャツね、シンプルな白シャツの上にこう色物のこう差し色としてカーディガンをとかをこう肩掛けするっていうようなスタイルがね、流行ったの、僕も記憶に新しくて、大学のキャンパスの中とかでも、もう歩けば何人とそういう人とすれ違うかっていうくらいすごく見たんだよね。で、まあそれはまあいわゆるトレンドだったんだろうけど、日本で流行ったからね。ただね、そのスタイル、そのスタイルがね、流行るちょい、それまではどういうふうな位置づけだったかというと、石田純一がやる古臭いスタイル、あるいは昔のテレビプロデューサーがやってる古臭いスタイルっていう位置づけだったわけじゃないですか。ね、肩に、もしそのトレンドの前にさ、そんなスタイルやってる人がいたら、石田純一じゃんって言われること間違いなしのスタイルだったわけですよ、そんなものは。肩にかけるなんてね。ところが、つまり、そのトレンドが来るまではそのスタイルってダサいとされてたわけですよ、世間からしたら。もうネタの格好の餌というような感じ、石田純一じゃんね、それだけ古臭いとかね。ところがですよ、そうやって石田純一じゃんとか言っててバカにしてた連中が、いざ時代が、それがトレンドとして流行ってきたと思ったら、手のひらを変えたようにそれをやりだしたわけですよね、もうそこら中見れば、何人それをやってるかっていうくらい街に出ればね、そのレベルで肩にかけるっていうのがね、流行って、この時に俺はすごい面白いなって思ったんですよ、ね、だってスタイル自体は変わってないわけですよ、肩にかけるっていうね、ニットを肩にかけるっていうスタイルは。でも周りの人の考え方、時代が変わっただけで、それがダサいのか、ダサくなってしまうのか、かっこよくなってしまうのか、トレンドの最先端になってしまうのかっていうのがね、変わるでしょう。それがね、すごい
面白い。逆に言うと今それやったらまだちょっとねちょっとなんかまあ流行ではないよねって感じじゃん。まあちょっと前に流行ったよねそのスタイルって感じじゃん。そういうのがねまあ面白いなと思って、結局これだと思うんですよ。物は変わってないんですよね。スタイル自体は変わってないんだけど、周りの状況が変わったことによってそれにミスマッチを起こしてるとダサいってなるし、マッチしてたらかっこいいってなるんですよ。意味わかります？うん、本当そういうことだと思う。で今ですよ、このまあこれに関連付けて僕の予想も含めなんですけど、今ちょうど僕はトレンドがこう切り替わり始めてる時期だと思ってるんですよ。今あるトレンド、ビッグシルエットだったりがちょっとこう、そのビッグシルエットとかがちょっと一段落して次にこうトレンドが移行するとかっていうような時期だと思うんですけど、僕が来るのはなんだろう、だから、ま、前も言ったじゃんね、あのブーツカットであったり、裾に向かってこう広がってるようなパンツであったり、肩パッドが入ってるようなパンツ、ショート丈のジャケットであったり、今見たら多分それ皆さんダサいって思うと思うんですよ。うわダサって古って。でもそれが流行った時にね、結局それがかっこよくなると、うん、その繰り返しなんですよねトレンド。だからトレンドとダサいかっこいいって結構密接な関係があるんですよねやっぱり、うん、世間的には見るとね。そういう話です。以上僕の自己満足でした。では日付だったわけじゃないですかね。肩にもしそのトレンドの前にさ、そんなスタイルやってる人がいたら石田純一じゃんって言われることも間違いなしのスタイルだったわけですよ。そんなものは肩にかけるなんてね。ところがつまりそのトレンドが来るまではそのスタイルってダサいとされてたわけですよ。世間からしたらもうネタの格好の餌というような感じ、石田純一じゃんね、それだけ古臭いとかね、うん、ところがですよ、そうやって石田純一じゃんとか言っててバカにしてた連中がいざ時代が、それがトレンドとして流行ってきたと思ったら手のひらを変えたようにそれをやりだしたわけですよね。もうそこら中見れば何人それをやってるかっていうくらい、街に出ればね、そのレベルで肩にかけるっていうのがね流行って、うん、この時に俺はすごい面白いなって思ったんですよね。だってスタイル自体は変わってないわけですよ、肩にかけるっていうね、ニットを肩にかけるっていうスタイルは。でも周りの人の考え方、時代が変わっただけで、それがダサいのかダサくなってしまうのか、かっこよくなってしまうのか、トレンドの最先端になってしまうのかっていうのがね、変わるでしょう。それがねすごい面白い。逆に言うと今それやったらまだちょっとねちょっとなんかまあ流行ではないよねって感じじゃん。まあちょっと前に流行ったよねそのスタイルって感じじゃん。そういうのがねまあ面白いなと思って、結局これだと思うんですよ。物は変わってないんですよね。スタイル自体は変わってないんだけど、周りの状況が変わったことによってそれにミスマッチを起こしてるとダサいってなるし、マッチしてたらかっこいいってなるんですよ。意味わかります？うん、本当そういうことだと思う。で今ですよ、このまあこれに関連付けて僕の予想も含めなんですけど、今ちょうど僕はトレンドがこう切り替わり始めてる時期だと思ってるんですよ。今あるトレンド、ビッグシルエットだったりがちょっとこう、そのビッグシルエットとかがちょっと一段落して次にこうトレンドが移行するとかっていうような時期だと思うんですけど、僕が来るのはなんだろう、だから、ま、前も言ったじゃんね、あのブーツカットであったり、裾に向かってこう広がってるようなパンツであったり、肩パッドが入ってるようなパンツ、ショート丈のジャケットであったり、今見たら多分それ皆さんダサいって思うと思うんですよ。うわダサって古っ。でもそれが流行った時にね、結局それがかっこよくなると、うん、その繰り返しなんですよねトレンド。だからトレンドとダサいかっこいいって結構密接な関係があるんですよね。とかでももう歩けば何人とそういう人とすれ違うかっていうくらいすごく見たんだよね、うん。
で、まあ、それは、まあ、いわゆるトレンドだったんだろうけど、日本で流行ったからね。ただね、そのスタイルがね、流行る、それまでは、どういうふうな位置づけだったかというと、石田純一がやる古臭いスタイル、あるいは昔のテレビプロデューサーがやってる古臭いスタイルっていう位置づけだったわけじゃないですか。ね、もしそのトレンドの前にさ、そんなスタイルやってる人がいたら、石田純一じゃんって言われること間違いなしのスタイルだったわけですよ、そんなものは。型にかけるなんてね。ところが、つまり、そのトレンドが来るまでは、そのスタイルってダサいとされてたわけですよ、世間からしたら。もうネタの格好の餌というような感じ。石田純一じゃん。ね、それだけ。古臭いとかね。ところがですよ、そうやって石田純一じゃんとか言ってて、バカにしてた連中が、いざ時代が、それがトレンドとして流行ってきたと思ったら、手のひらを変えたようにそれをやりだしたわけですよ。ね、もうそこら中見れば、何人それをやってるかっていうくらい街に出ればね、そのレベルで型にかけるっていうのがね、流行って。この時に俺はすごい面白いなって思ったんですよ。ね。だってスタイル自体は変わってないわけですよ。肩にかけるっていうね。ニットを肩にかけるっていうスタイルは。でも、周りの人の考え方、時代が変わっただけで、それがダサいのか、ダサくなってしまうのか、かっこよくなってしまうのか、トレンドの最先端になってしまうのかっていうのが、ね、変わるでしょう。それがね、すごい面白い。逆に言うと、今それやったら、まだちょっとね、ちょっとなんか、まあ流行ではないよねって感じじゃん。まあ、ちょっと前に流行ったよね、そのスタイルって感じじゃん。そういうのがね、まあ面白いなと思って。結局これだと思うんですよ。物は変わってないんですよ。ね。スタイル自体は変わってないんだけど、周りの状況が変わったことによって、それにミスマッチを起こしてるとダサいってなるし、マッチしてたらかっこいいってなるんですよ。意味わかります？本当そういうことだと思う。で、今ですよ。まあ、これに関連づけて、僕の予想も含めなんですけど、今ちょうど僕はトレンドがこう切り替わり始めてる時期だと思ってるんですよ。今あるトレンド、ビッグシルエットだったりが、ちょっとこう、そのビッグシルエットとかがちょっと一段落ついて、次にこうトレンドが移行するとかっていうような時期だと思うんですけど、僕が来るのは